きなく。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。はい、藤原がだるそうにしているイメージをして喋ってみました。本日は7月の19日、皆さん暑いですね。ね、この頃も雨は降っているのでしょうか。元に戻そう。もうね、溶けそうになっている。去年も私、暑い日がを迎えると溶けましたとか溶けそうですねってインスタでよく言ってたんだけど、もうすでに溶けそうで、今年はね、それに加えマスクをね着用するようになったじゃないですか。で、続々と夏用のマスクなんかもたくさん出てきて、無印とか大手メーカーさんとかも出しているし、あとはスポーツメーカーからもマスクが出ているから、何がいいのかななんてネットで見ているんだけど、みんななんかゲットしたりしました？私はピタッとっていう、このピタっていう名前のスポンジっぽい生地でできたマスクだと通気性もいいのと、あと喋りやすいんで、それを使っているんですが、何かいいマスクがあったら、送らなくていいよ。みんな自分の分をちゃんと確保してね。だから情報をぜひね教えてください。よろしくお願いします。ということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。コネームタンポポさんからいただきました。ヒーリングとプリキュアの最推しは、スパクルかな。小原好美の心置きなく、改めまして小原好美です。いや、迷うよ。これは全部推してる。ただ春映画の収録をした際、私は次のヒーリングとプリキュアチームにはグリーンがいないんですよ。で、だからグリーンの子にバトンタッチしたかったなーなんて思いながらいたんだけど、スタプリの中でアホポジションというか、賑やかなキャラクターはララだったから、それをこう継承してくれるというか、こうついてくれるのがスパークルかなと思ったから、そうそう、河野日和ちゃんに任せたよって言って、頑張りますっていう話をしていたから、スパークルかな。いや、でも全員推してるの、本当に。みんな可愛いよね。妖精も可愛いよね。もう新キャラも出てくるよね。発表されたよね、キュアアース。早く見たい。これさ、2本撮りなんだけどさ、今日テンションおかしい。前回配信になった回も私すごい興奮してなかった。なんか今日ちょっとテンションがおかしいですが、このままお付き合いください。ということで、ゾータを読んでいこうと思います。ココネームカツオ兄ちゃんさんからいただきました。ありがとう。ココちゃんこんばんは。こんばんは。ココちゃんが大事にされている言葉であるありがとう、そんなありがとうについて書かれている小林正観さんのありがとうの神様という本に出会ったので読んでみました。この本は神様が宿る言葉としてありがとうを言い続けた作者の小林正観さんが40年間研究してきた中で伝えたいと考えてきた、素敵なお話がたくさん詰まっているのですが、ありがとうと言い続けることで悩みが解決し幸せになれるということや、神様が好きな言葉は掃除、笑い、感謝で、それらを生活の中で、実践していくことで神様が味方になってくれて、良き仲間に恵まれて喜ばれる存在になるなど、なるほどと思うと同時に、自分も実践してみたいなと思うことがたくさん書かれていました。この本を読んで改めてありがとうという言葉は周りの人と、そして自分
を幸せにしてくれる素敵な言葉なんだなと思いましたし、僕ももっとありがとうを素直に伝えていこうと思うことができました。この本を読もうと思えたのも、ココちゃん、そしてココラジのありがとうのコーナーのおかげで、ありがとうの大事さを再確認できたからです。ありがとうございます。この本はシリーズものとなっていて、第2弾、第3弾があるということなので、こちらの方も読んでみようと思います。というお便りをいただきました。私ちょっと知らなかったんですが、この本読んでみようと思います。あと、そうだね、このメールの文章に書かれているんだけども、本当にその通りだなって思う。なんか、20歳迎えて、こういう表現のお仕事をするようになってから、よりこう、人に感謝とか、あとありがとうの言葉は伝えていくように、していっているんですが、もうなんかね、自分に言い聞かせて、最初やってきて、ていたの。全然そんなありがとうっていう子じゃなかったから、別に10代の時は。まあそのありがとうっていう、言うんだよ、伝えるんだよっていうきっかけをくれたのはおばあちゃんだったんだけど、この仕事をすることでよりこう、周りにいろんな知らない人たちにこう出会っていくわけじゃない？だからそういう風にちゃんと感謝を伝えるようにしていこうと思ったら、やっぱなんかポジティブな言葉とかって、なんかいいものを引き寄せてくれるのか、なんか普段こう、お仕事をする時もそうだけど、プライベートもそうだけど、なんか、つくづく私は、こう、ご縁があるなとか、運がいいなって思うことがたくさんあって、その中でも、ま、作品、いろんな作品に出会えるっていう運と、あとはその作品を通じてたくさんの人に、こう、出会えるので、人との縁はすごく、こう、感じてきて、だから、なんか、まああんま言わないできたけど、ありがとうとかその感謝の気持ちを伝えると、なんか次にこう繋がっていってる感じがして、私の中で。だから、こう、別に次の仕事に繋がりたいからとかじゃなくて、純粋に、これは続けていこうかなって思うようになったし、あとは、なんだろう、あんまりこういう話するとあれだけど、人生の財産？別にそんなこと考える年じゃないけど、母親と父親がね、もうすぐ60になるんですよ。もう、あと2、3年でね。ってなった時に、もうあっという間だよって話をされたの。で、若いうちに、遊びたいかったらいっぱい遊べばいいしっていう話をしてくれた時に、やっぱ老後の話を二人はするんだよね。ってなった時に、二人の話を聞いていると、まあ、亡くなった時にね、いくら、たくさんの、素敵な人、大切にしている人とか、ものがあったとしても、それを連れていくことはできないじゃない。持っていくことはできないじゃない。ただ、自分が大事にしていた気持ち、この人を大切にしてたっていう気持ちだとか、この世でたくさん、幸せな気持ちになれたとか、まあ、はたまた、こんな大変なことがあったっていう、いろんなことひっくるめて、自分が体験してきたすべての気持ちは、自分の中に財産として残って、それは、連れていくことはできるから、だから、全然まだ28の若者だけれども、なんか、こう、いろんな気持ちを感じることを大切にしていきたいなっていうふうに、ここ最近思うようになったかな。なんかこの本ちょっと、よりこう、気持ちが深くなれる気がするから読んでみるね。ありがとう、カツオ兄ちゃん。では、続けて読んでいきます。ココネーム、赤月さんからいただきました。ありがとう。ココちゃん、ここにちは。ここにちは。唐突なのですが、大学の、特待生に選ばれた嬉しさを共有したくてメールしています。おめでとう！そして、賞として大学の方から30万円いただきました。ですので、時間に余裕ができたら、ココちゃんの言っていた、川越に行き、いろいろなところを回って、思う存分川越の経済を回してこようと思います。これからも頑張ってください。応援しています。めでたいメール、おめでとう。でも、賞として、賞金がいただけるんだね。すごい、初めて聞いた。30万円なんて大金じゃないですか。ね、
私よく言ってる経済を回せと、川越に行きなさいと言ったけど、30万円使うことはないからね。うん、すごい使ったとしても2万円ぐらいでいいんじゃないかな。あとのその残った28万円は自分の先々へのものにね、してください。あとはまあ大学生ってことだから、これからね、新生活とかね、始まるかもしれないから、一人暮らしの予算に当てたりとか、ぜひしてください。すごいね、赤月さん。いや、こんなめでたいのに現実的な話しちゃった。ぜひ、川越にお金を落としてください。みんな笑顔になるし、私もハッピーになる。ありがとう。では続けて読んでいきます。ココネーム、サムネルさんからいただきました。ありがとうございます。はじめましてかな。ココちゃんこんばんは。こんばんは、初投稿です。おお、はじめまして。この前視力が落ちたのでメガネを作りに行きました。メガネ屋さんに入ると、そこにはなんとココちゃんに似た店員さんがいました。その店員さんはメガネをかけていて、ココちゃんがメガネをかけたらこんな感じなのかなと思いました。その店員さんはココちゃんのように可愛かったです。ココちゃんはメガネはかけますか？僕はココちゃんのメガネ姿を見てみたいです。それでは長文失礼しました。という。ありがとう。そうなんだね。ですね。私に似たという目撃情報、いろんな方から聞くんですよ。この、なんだろうな。私の顔ってさ、どこにでもいそうじゃない。特に無印良品で働いてたっていうと、あ、いそうって言われるの。ぜひ、私に似た人に出会いたいと思ったら、もう即無印良品に行ってください。似たような方いるから、私あんま可愛い特徴ないから。そしてメガネよくかけますよ。私目はいいんですよ。別に視力悪いわけじゃないんだけど、紫外線にすごく弱いんで、紫外線を 100% カットしてくれるメガネがゾフから出ているから、ゾフのものを、ただサングラスは私似合わないんですよ。そして鼻が低いので、前回のね、前々回かな、ハッピーバースデーの時に映像あったでしょ。かけて5秒ぐらいしたらもうずり落ちてきたでしょ。本当にあんな感じでサングラスかけても、一ところのところに留まってくれないんですよ。だから、ちゃんとこう留まってくれるクリアメガネで、ちゃんと紫外線をカットしてくれるものを普段かけていますよ。小原さんは会ったことあります？似た人に。あります。なんか斜め後ろから見た自分のこの顔のラインが似てる人を見かけたり、あとは私身長が159センチなんですけど、このぐらいの身長の人って結構たくさんいっぱいいるから、あ、なんか似てる人が歩いてるって思うことはよくあるし、なんだろう、言ってみたら友人から、LINE が来ることある。ねえ、さっきさ、横浜駅歩いてたって言われて、いや、全然私今渋谷にいるんだけどな、みたいな、そういうこともあったりする。なんか年にね、3回ぐらいそういうふうに友達から連絡が来るよ。ではでは、続けて読んでいきます。ココネーム、ウニさんからいただきました。ありがとう。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。僕の地元の富山県でほっこりするニュースがありましたよ。ん？用水路の中を見つめるような動きをしていた猫ちゃんがきっかけとなり、用水路に転落して動けなくなってしまっていた方の発見、救助につながったということで、その功績を称えてキャットフードが送られたそうです。そしてこの猫ちゃん、お名前がなんとココちゃんなのだそうです。人の命を救っちゃうなんて、さすがココちゃんですね、という。すごいね、これ。さっきこのメールを発見した際、スタッフさんとそのニュースを拝見したんですよ。なんとほっこりするようなエピソード。いやー、でもさ、まあ、猫ちゃんもすごいけどさ、この猫ちゃんを見て、あ、どうしたんだろうって言って近づいてきてくださった、こう、人がいたっていうのも、すごいよね。だってこのまま発見されなかったらね、どうなってたかね、ほんとわかんないもんね。ココちゃんって名前だったんだ。すごいね。じゃあ、
この話は母親にはしないでおこうと思う。なんかあんまりこういうことを言うと私を称えろとかすごいことを言ってきそうだからね。でも嬉しい。なんかこのココちゃんっていう猫ちゃん会いに行けるのかな。富山県か。へえ。あのニュースのね記事では拝見しました。とっても可愛い猫ちゃんだった。猫ちゃん素晴らしいね。ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。それではここからはこちらのコーナーをお届けします。ここにもあるよ第二の川越。こちらは川越にも負けない魅力を持つ私にとって第二の川越となるような素敵な場所をリスナーさんにプレゼンしてもらうというコーナーです。私個人的にこの BGM すごく好きです。なんか素敵。なんかこのココラジのさ番組のこの BGM をチョイスしてくれるスタッフさんとてもセンスのある方でね、初見で聞くととても私癒されるんですよ。ネタ的ななんかこう企画になると面白いなって思えるものを流してくださるからはい、ということでじゃあ読んでいきますよ。ココネーム、ニチウラさんからいただきました。ありがとう。ココちゃん、こんにちは。こんにちは。私のここにもあるよ、第二の川越スポットは、ブルーボトルコーヒーというカフェです。このお店はチェーン店で、青山、六本木など、東京都内でも多く構えているお店で、なんといっても、落ち着いてゆっくりできる雰囲気が川越と同じで、白中心の店内がそれをさらに引き立ててくれています。私のおすすめメニューは、ニューオリンズという飲み物で、注文して出てくる一杯はアイスカフェラテというよりコーヒー牛乳といった趣。ミルクの味が濃く苦くもあるのですが、酸味や渋みはあまり感じません。ミルクの口当たりが柔らかく熱くなってきた今はどんどん飲んでしまいます。もし小腹が空いていたらワッフルを食べるとお腹も膨れて幸せになれますよ。ぜひ訪れてみてください。西浦さん、この情報もうちょっと早く知りたかった。実はですね、先日木の日菜と一緒に食事をしたって話をしたと思うんですよ。お蕎麦を食べ、そしてコーヒーを飲みという話をしたんですけど、実はブルーボトルコーヒーさんに行ったんですね。で、私も日菜もそんなにおしゃれなカフェには訪れたことがなかったのね。二人で何にしようか、どれがいいんだろうねって言って、なんかわかんないけど、本当は二人とも甘くてカフェオレ的なものを飲みたかったんですよ。で、ただメニューには親切にカフェラテとかってメニュー表記はあるのだけど、アメリカーノっていう文字が入ってきて、なんかアメリカーノってかっこよくない？ってなった20代の二人が調べもせず聞きもせず、アメリカーノ二つくださいって言ったの。したら本当にエスプレッソだったのね。抽出された、こう凝縮されたそのアメリカーノというコーヒーが氷に入ったこうコップに入って出てきて、二人であれ想像と違うと思いながら飲んだら、あ、苦いってなって。でも二人ともさ、ブラックコーヒーを普段飲まないから、だから大人の味だったんだよね。だその苦味に浸りながら30分ぐらいこう話をしていたんだけど、このニューオリンズっていうメニュー今覚えたので、今度木の日菜と再チャレンジしに行ってこようと思うよ。ありがとう。ではでは続けて読んでいきます。ココネーム、あ、再び、カツオ兄ちゃんさんからいただきました。ありがとう。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。僕が第二の川越としておすすめしたいのは千葉県です。うん。千葉県には千葉県にあるのに、東京という名前がついているおすすめ名所が多いのですが、その中で僕がおすすめしたいのは、千葉県の市川市にある、梨の伊藤園です。秋の味覚でもある梨、千葉県はそんな梨の生産量は千葉県が第一位で、千葉県ではすごく美味しい梨を食べることができます。この梨の伊藤園は100年以上美味しい梨を作り続けており、秋頃になると梨の収穫体験をすることができます。
入園料は無料なので、体験自体は無料ですることができ、支払うのは収穫した分だけ。収穫した梨はその場で食べることもできるので、新鮮な梨を美味しく食べられます。お土産にもいいですし、機会があればぜひ、という。私、梨好きなの。それで選びました。いいよね。千葉県に、親戚がいるわけではないんですけれども、毎年、親戚の方から、実家に住んでいた頃、梨が送られてきて、とてもニマニマしながら秋を過ごすことができたんですが、まあ、一人暮らしなので、スーパーに行って買ったりしているんですが、いやー、生産量第一位でね、しかも、取れたての梨を食べることができたらね、また違うんでしょうね。さっき調べたんですが、とても楽しそうなところだったの。大きい梨なのかな？写真を見る限り。どうなんだろう。とても秋になるのが楽しみになりましたよ。ありがとう。では、続けて読んでいきます。ココネーム、みかげさんからいただきました。ありがとう。小原さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。自分は関西の人間で、川越はあまり馴染みがありませんが、放送を聞いていて、とても行きたくなりました。しかし、このご時世、遠出は難しく、代わりに地元である神戸を紹介したいと思います。うん山と海が近く、自然が豊かなのですが、おしゃれなお店も多いのです。異人館という場所で、歴史に触れながら、ディナーに神戸牛ステーキを食べると幸せいっぱいになります。小原さんやリスナーの方々もぜひ一度立ち寄ってみてほしいなと思います。行きたいです。ステーキ食べたいです。違う、神戸がいいんだよって話だね。さっき異人館っていうサイトを拝見したんですけど、なんだろう、英国風っていうか、その時のこう時代を感じられる建物がたくさんある場所で、すごい楽しそうだなって思いました。私、河野にこういう場所に浸りたいな、行きたいなって思った時よく行くのが、近場なので横浜の赤レンガとか、あと、まあ、山下公園でしたっけ？周辺は、なんかケーキ屋さんとかの建物とかもすごい古いまま残ってたり、あとは歩いてると銀行かな？とかそういう建物が古いまま、なんか英国風というか、なんかこうレンガ調のものが残っていたりとかするから、歩いたりするだけでもすごく楽しいんですけど、神戸もまた違った雰囲気で楽しいのかなと思うので、ぜひ行ってみたいですね。神戸牛食べたいな。大体ステーキを目にすると、ふるさと納税で実家に送ったことを思い出すから最近見ないようにしているんですよ。また送れと言われそうなので。今日買って帰ろうと思います。では、続けて読んでいきます。ラジオネーム、くるみぱんさんからいただきました。もう美味しそうな名前でやばいな。ありがとう。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。川越と並ぶおすすめスポットですが、とどろき渓谷をおすすめしたいです。うん。東京のど真ん中、渋谷から電車で20分ほどのところに渓谷があるのをご存知ですか？はい。大自然の中で川沿いをお散歩していくと、古墳だったり、不動様であったり、お茶屋さんだったりと、見どころをお話しするとこの番組の時間をすべて使ってしまうほどなのですが、一番お伝えしたいのは、ここは神様が住んでいらっしゃると言われるほどのパワースポットでもあります。うまく説明できないのですが、自分が訪れた時に心がスーッと軽くなるのを感じました。迷った時、悩まれた時、単純にパワーをもらいたい時、訪れてみるときっと何か掴んで帰ってこれる場所だと思います。なるほど。とどろき渓谷、私、実は知っているんですよ。行ったことはないんですけどね。都内から、まあ、日帰りで行って、こう、楽しんでこれるところどこだろうと思って、なんかそういう、こう、日帰りとかって、こう、調べて、出てきた中にこれが出てきたんで、ただ、それを調べた時期、雨の時期だったので、まあ今ぐらいの時期だったのかな。だからもうちょっと時期が違うタイミングで行こうかな、なんて思っていた。ですけど、お茶屋さんがあったりするんだ。
なんかほんと緑がすごく素敵なところだよね。涼しそうで。だから行ってみたいなと思ったんですが、パワースポットでもあるんだ。へえ、行ってみたい。私、自分の中でパワースポットにしてるのが、その川越の熊野神社と氷川神社と、あとは、まあ、定期的に行くのは明治神宮とか、もう、お礼参りっていうか、こう行ったりするんですけど。へえ、ここも行ってみたいね。今の時期行くと暑いのかな？どうなんだろう。涼しいのかな？ぜひ行ってみようと思いますよ。ということで、すごいなんか、このコーナー、毎回やると本当に違う場所をたくさんの方に教えていただけるので、非常に私の頭の中のこう素敵スポットのレパートリーが増えていって嬉しかったです。ありがとうございます。ということで引き続き皆さんからの私におすすめしたい第2の川越メールお待ちしております。お送りしてきました小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジ @joqr.net、 ココラジ @joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。ということで、今回なんですけれども、ステッカーは、ココネームカツオ兄ちゃんさんにプレゼントしたいと思います。いつもありがとう。そしてありがとうの大切さを改めてこう感じることができました。そしておすすめの本も教えていただけたので、私も読んでみたいと思います。ということで、これが丸いステッカーなんですけれども、届くと思うので、今読んでいる本のしおりにしていただけたら嬉しいな。まあ、いらなかったらポイしてください。はい。ポイしないでね。私じゃなくて、スタッフさんが作ってくださったものなので、冷蔵庫にでもどこにでもいいので、好きなところに貼ってください。はい、ということで、今週の一言はラジオネーム春巻さんからいただいた一言です。ココにちなんだものになっています。じゃあ、私が怒っているらしいよ。みんな想像して聞いてみてね。はい、ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバーイ。